青コーナーより選手入場。さあ、ジュニア戦線に新たに名を連ねたこの男、入場してまいります。赤コーナーより選手入場。頑張れ頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、エリートレスラー。頑張れ頑張れ、いけ。赤コーナー、オリジナルレスラー。レフリー、頑張れ。レッドシューズ運の、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですかね。一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。リング内に戻ります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。掴んだ、ストマックに突き刺さります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。抱えます。エルボーを振り落とします。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。こうやってプロとして戦っていますとね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。巻き投げで切り返します。気合を入れてまいります。掴みます。打ってまいります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。返してまいります。さあ、ジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎選手のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。引き起こします。あっと、逆に丸めていった。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。組みに行きます。切り返します。
起こします。ブロックします。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。腰を落とします。エルボーを落としてまいります。張ります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。バット、キャッチした。パンチで返します。行くのか。バット返します。メキシカン式の締めを見せてまいります。腕をフックします。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。あっと、ラリアット、そのまま固めます。ボールを返します。打ち込んでまいります。バックに回った。エルボーで返します。バックを取ります。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。させません。フロントからのキック、ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。張ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。館内も盛り上がります。エルボー、蹴りを見舞ってまいります。ガードします。強烈なキックです。エルボーでブロック、バックに回ります。ジャーマン、片口キャロット。抱えた。エルボーで返す。一気にスパークするのか。組み合った。逆に返した。立たせていく。外した。ガードした。バックを取って、ジャーマー、投げっぱなし。一気に行くのか。ストンピングを叩き込む。腰に手を回した。バックを取り返す。10分経過、10ミニッツパー。ちょっと危ない状況ですよ。意識もおろうか。いけるか。あっと、切り返した。行くのか。
積み上げるのか。エアプレーンスピンの体勢。戦わなくてはいけない。まさに戦いの赤い糸で結ばれている平成名勝負。これぞベストバウトだ。あっとドロップキック、全体重を浴びせた。ありがとう。ジャックナイフで曲げていった。ここから大技に初3発持ってきたいですね。ロープに振った稲妻レッグラリアート、気合を入れた。ストンピング強烈、起こした。ガジェット組み合った。あっとダイヤモンド勝った。抱き起こす、いけるか。強烈